久保村清子は、日本のフードスタイリスト、フードサイエンティスト、フレーバリスト、学術博士、久保村食文化研究所代表、東京都中央区出身、青山学院女子短期大学から、当時第1号編入学で、実践女子大学に進学し卒業。キャリアを積んだ後、大妻女子大学食品科学部にて博士号を取得。実践女子大卒業後、 青山学院女子短期大学食品学研究室、助手を経て、専業主婦に。専業主婦ながら、食品や食文化への興味は尽きず、海外留学をし、イギリスロンドンで語学と食品工業開発を習得。東京調理師専門学校を卒業後、カルピス R&D センターキッチン、小川工業外資系工業会社などに勤務した後、独立。 独立後、日本橋に、久保村食文化研究所を設立。食品香料の開発、料理メニュー開発、加工食品用工業用処方開発などを、強みとして、食品大手各社のコンサルティングを務めている。畜肉副産生物や、水産物加工残差などの、リアクション性ボリーフレーバーを専門として、ラーメンスープの香味油など、アイテム開発実績が多数。 特に食品メーカーやレストランメニューの新製品開発では1000アイテムを数えている。食品の生化学反応だけでなく、その食材の体への生理的役割及び食に関する喜び、思考を熟知している。食品業界でのキャリアを確立後、博士号を取得。研究は、ボイスンベリーのポリフェノール、肝臓疾患時のポリフェノールによる鎮静効果。 糖尿病ラッツの酸化ストレスと過酸化への保護効果。久保村は長年にわたり、食科学分野へ従事、女性のフードサイエンティストとして、また働く女性として、時代を切り開いてきた第一人者。表現料理教室講師。ありがとうございます。